ロトルア・ロトルアは、ニュージーランド北島のベイオブ・プレンティ地区にある都市。ロトルア湖の南岸に位置し、ロトルア・ディストリクト地方政府の一部に含まれる。人口は2006年の国勢調査によれば65,901人で、ある。ロトルアは、温泉で有名な観光地である。地熱活動が活発で、多くの間欠泉があり、れ我々はのポフツ間欠泉は有名である。 ロトルアカルデランに由来する厚い泥池が市内各所にある。ロトルアはタウランガの 60km 南、ハミルトンの 105km 南東、タウポの 82km 北東にある。ロトルアディストリクトはベイオブプレンティ地区とアイカト地区の面積比で分かれて属している。ロトルアは北へはステートハイウェイ5号線、東へは33号線、西へは30号線。 南へは5号線でつながっている。タウランガへ向かう通貨交通は、ノンゴタハ、カハロア、パイズパを経由する、新しく完成した、ステートハイワー3 6号線が便利。ロトルア地方空港からターボプロップ機による運航が、オークランド国際空港とウェリントン国際空港、クライストチャーチ国際空港との間で行われている。滑走路を延長して、 シドニー線を運行する試みが数年行われたが、2015年に休止となった。鉄道は、プタルルから南へ伸びる支線で、鉄道網と結ばれているが、旅客輸送は行われていない。今日のロトルア博物館、ロトルア博物館の建物がかつて浴場として、使われていた頃ロトルアという言葉は、マオリゴノテロトルアニュイエーカフマタモモエから来ている。ロトは、湖。 ルアは二番目のという意味で、ロトルアという言葉は二番目の湖という意味になる。カフマタモモエは、マオリ族の手荒は部族の先祖の探検者、周イヘンガのおじである。湖は、イヘンガが発見した二番目の大きな湖で、彼はこれをおじに捧げた。この地域には当初マオリ族の手荒は部族が居住した。この地域にやってきた、最初のヨーロッパ人はおそらく、 フィリップ・タプセルで、ベイ・オブ・プレンティ地区の海岸のマケットから1828年以来、取引を行っていた。彼は後にアラは部族に向こ入りし、彼らに高く尊重された。宣教師のヘンリー・ウィリアムズとトーマス・チャップマンは1831年に、この地を訪れ、チャップマンとその妻はテコートに1835年に教会を設置した。 これは年内に廃止されたが、チャップマンは1838年に戻り、マコイア島に2番目の教会を設置した。コガ岩は1860年代のニュージーランド戦争に際して重要な戦いの場となった。1883年には特別外区がロトルアの温泉地としての可能性のために設置された。1894年、町は ロトルア支線の開通によって、オークランドと結ばれ、ロトルアエクスプレスの運行が始められた。これにより町は、急速に発展し、観光地となっていった。1922年、ロトルアは、ボローとなり、1962年に市に昇格し、1979年に、地区になった。ドロイケ、ティキテレ人熱活動は、ロトルアにおける、観光の目玉である。 寒血栓や泡を吹き出している熱泥池、温泉、そして1886年のタラウェラ山の噴火で埋まった手は色は村が市内から近い。中心市街の西の外れにあるクイラウ公園も注目に値する。園内あちこちに熱泥池が点在しており、現実離れした空気を醸し出している。暖かい池に足を浸してみることもできる。ロトルアは、 常述のような地熱活動により、サルファーシティとも呼ばれている。硫黄は、訪問者の記憶に残るロトルア独特の匂いを、醸し出している。市の東のテナエ地区の、特にツンとくるような匂いは、ガバメントガーデンズの南側隣に位置する、サルファーポイントと呼ばれる濃い硫黄の堆積物から、来ている。ロトルア地区には17の湖があり、夏には釣り、水上スキー、 水泳などの水辺や水上の活動が盛んである。大きなイベントの開催地でもあり、2007年には世界水上スキー選手権大会を開催した。ロトルア湖は水上機の発着地としても使われている。ロトルア市街、ロトルア湖とマコヤ島ロトルアは植物園や興味深い歴史的建造物でも知られる。19世紀から温泉の街、 観光の街として知られてきたため、ロトルアの多くの建物がその歴史を忍ばせるものになっている。市街島外れの湖岸近くにあるガバメントガーデンズは特筆すべきものである。ロトルア北部、ロトルアことマコイア島ロトルアのもう一つの魅力として、マウンテンバイクの活動がある。我々はの森は、マウンテンバイクのディズニーランドと形容され、ニュージーランドでも、 最良のマウンテンバイクコースである。2006年8月には世界自転車選手権マウンテンバイクが開催されている。飛行機から眺めた市街地と湖ロトルアは4都市と姉妹都市提携している。ロトルアではプケポと送信所からのテレビ放送を受信できる以下のような周波数となっている。ありがとうございます。